はい先生あの、はい、9月はね、うん、雨だったりとか台風だったりとかもうね大変な9月ですけど、はい、何か。ねやっぱりだから今 <laughs> コロナの話も大変なんだけど、うん、まあちょっと9月8月終わり9月とこう連発でね。うん 台風すごいの来てたりとかしてたので、うん、まだ今もね多分被害に遭っている方々もいらっしゃると思うんで皆さんがご無事であることを祈るばかりなんですが毎年9月頃になると防災の日って関係もあって各社はいろいろ、はい、あのお知らせをしてますけど防災アプリえっ、ー、となんだっけ災害用キットだっけなそあそう災害用キットですこういうやつですねショートカットは多分ドコモとアマース入ってると思うんですけど、まあ、入れといて、うん、損はないんで。うん 入れといいてくださいそれからあと au も災害対策アプリありますしソフトバンクさんまあこれはあと MVN さんもいいと思うんですけど <noise> ヤフーの防災アプリは結構よくできているのでこれも入っといていただけると入れといていただけると、うん、なんか一応避難とか、うん、どこに避難するのとかこの辺は危ない地域ですよみたいなこの前もね洪水があった時にそのハザードマップちゃんと見てましたて、うん、っていう話もあったぐらいなんで、はい、うそういうのも含めて。 せっっかく手元にあた方がで最後は、まあ、一応何でしょうあの孤立して取り残されても、うんまあ、とりあえず携帯かスマホ持ってればうん、うん、何かしら連絡が取れる可能性があるじゃないですかです、ね、ぜひ入れといて頂い,いて、まあ、そういう情報を取るためにも、はい、あのでええー、だってそう何、まあ、か入れといたらまた。 メモリ空ーとかっていうのがあるかもしれないですけども、うん、このマフを見ている方はまあリテラシーが高い方なんで、うん、皆さんのお父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとかもおじいちゃんおばあちゃんスマホなのかどうか分かんないですけど <laughs> 入れに行ってくださいあの若い人たちのお仕事でもありますんで是非、はいえー、自分たちの親とか。 えー、おじさんとかおばさんとかおじいさんとかおばあさんとか、はい、ひいおじいさんとか <laughs> ひおいかひおばあさんとかも含め <laughs> 親戚一同も含めちょっと入れにあのインストールのお手伝いをしに行ってください。王林隆之の検体しようぜ 今回ご紹介する端末は AU-ZTE-A1 ZTG-01 まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 164mm 幅 76mm 厚さ 9.2mm 重さ 190g。 ディスプレイ6.5インチフル HD プラス液晶 2340×1080 ドットアンドロイド10搭載 CPU o m ルコムスナップドラゴン765オクタコア内蔵メモリ a ム6ギガ o ム128ギガシムはナノシムバッテリーは 3900mAh アウトカメラは4800万画素800万画素200万画素 TOF カメラのクワッドカメラインカメラは3200万画素 マイクロ SDXC メモリーカード対応となっております今回は AU から 5G 対応の ZTE 端末をご紹介しちゃいますクアッドカメラや大きなディスプレイ搭載です使い勝手など早速見ていきましょう携帯ピックアップです今回ご紹介する端末はこちら AU ZTE A1 ZTG01 です カララーはこちらののブラックですブラックのみです。すみね。はい、AU から ZTE の、えー、まあ、オリジナル 5G スマートフォンが登場ということで、えー、まあ、大きい画面に、えー、こうありますけどここにねカメラのとこね、こ,こ,ねこんな感じでクワッドカメラ搭載ということで、はい、なんだけどもなかなかリーズナブルなお値段を実現した 5G 対応端末ということで今日はこちらをご紹介したいと思います。先生 ZT ってちょっと久しぶりですよね。まあそうですねあの、はい、スマートフォンはそんなに今までたくさん出してたわけではないんですけど今年だと5月のステイホーム特別編の時にソフトバンクのアクション10ンプロ 5G をご紹介しましたけどちなみにアクション10ンプロは僕は個人的にもあの。うん あれは僕は個人的に型端末なんですけどもちゃんと今でも使ってますから僕に何も問題もなく使えてますけれどもその端末以来っていう感じですかね今回のモデルもね 5G ですけどってが多いんですかまあ多いっていうか必ずしもそういうわけではないんですがそもそもの話として世界で 5G のサービスってまだそんなにやってるところは、うん、まあ 多くなくなてアメリカとか韓国とか、まあ、中国とかは結構先にやってますけれども、はい、まだそんなに多くないということなので当然メーカーさんとしては 5G を作れるメーカーさんってそんなにたくまだ多くはないまあ,まあ当然ね世界のトップでいうと、まあ、サムスとかファーウェイとかは当然作れますんで,、はいでまあ、日本勢もまあ一応今年の3月からサービス始まったんでまあ えー、シャープもソニーも富士通もみんな 5G の端末出しましたからだんだん作れるとこ増えてきてるんですけどもまあ当然今出てる 5G の端末っていつから作り始めてるのかっいうと普通端末の開発ってまあ、まあ、短くても1年長いとまあやっぱり2年ぐらいかけて作るんでじゃあ2年前とか1年前とか1年半前の段階で 5G の端末作れるようなぐらいいろいろ準備してるメーカーさんっつとやっぱちょっと限られている。 っていうのがあってであと 5G は当初はやっぱハイエンドのモデルばっかりなんでキャリアとしては、まあ、そのできればちょっと 5G の普及を狙いたいんでもう少しリーズナブルな価格帯の、うんまあ、お手頃な価格帯の、えー、5G 端末作れませんかという話になってくると実績がある 5G の端末を、まあ、当然中国市場とかでも作ったことがある。 まあ、さんが選ばれていうのありますでまああと ZT さんは、まあ、当然日本で今までもねたくさんいろいろ端末とかあとスマートフォンもそうだしルーターもそうだし、うん、意外にあの特殊端末っていうかあの子供向けとかああいうのも作ったりしたことが実績があるので、うん、まあ割と日本史上よく分かっているというのもあって今回はまあこの端末が生まれてきたという格好ですかね。うんうん えあのこの今回のこの ZTE は海外でも売られているモデルなんですかいやえっとね実はよく似たモデルはあるんですけど、うん、あの実は結構仕様が違ってて今回のモデルは一応 au 専用、うん、au 限定モデルということで別個に作られたオリジナルのタンマスター A1 っていうのは基本的にはその au 向けに出す1台っていう一台目っていうことも 込みななのかももしれないですけども、うん、あのそういうモデルが海外のところで展開されてるわけではなくてあの基本的には、A、オリジナル端末っていう形ですね、うん、そんな感じなんですけど、まあ、まずちょっと外観から見てみると先ほど申し上げました、まあ、こんな後ろはもう非常に光沢感だいぶあのギラギラ系というかキラキラ系というか,かなり光沢感のあるボディなんですけども、ねはい、ボディハー幅は 76mm なんでまあまあ,あのまあ m m ほんとは前半の方がいいんだけどもまあまあ 僕の手では十分持てる感じで、ハッツーはちょっと大きい、うん、ちょっと大きいかも、うんうん、ちょっとこれでカバーつけるとちょっとしんどいかも、ね、かいみたいなかなりごつくなるまあこんな感じですと、はい、で背面側のこのあれなんですけどこれまあ仕上げは一応なんかマイクロナノテクスチャー仕上げという、えー、仕上げを施しているそうでこれは何かっつうと簡単に言うとおそらくあのこの元のベースになっている素材があってうん、うん、おそらく多分 アンテナも入っているのがおそらく樹脂だと思うんですけどもそ,のそれにそのメタリックな光沢感が出るようにこう塗装をうまくかけることで一応まあ仕上げをきれいに見せているとだから金属っぽいでしょ見た感じはだけどまあまあ重量もそんなに重くないんでこれはまあ多分おそらくこの背面側はおそらくまあ樹脂の一種を何かを使っているんだろうと思いますね。 わかかるかなこれ触って若干ほらなんか前狭めのえっと周囲が少しへこんでる,んでるほらわかるかなこんな感じなんで要するにまああのこっちフラットなディスプレイ側ですけども横丁はこう少し台形じゃないですけど、うん、少し角度をついて実はここのとこころが若干うくぼみは何してるかっていうとまあ大体そうなんですけど後ろ側もここも少し。 背面がもうやや丸くなっているんです、はい、こういうのって大体何でなっているかすると。机に置いた時とかにパッと持ちやすい。なるほど、うん。手がかかりやすいってやつです、ね。あ、そう。で、ここら辺は、まあ、ちょっと、まあ、よく分かっているというか、はい、まあ、作り慣れているところの強みかなという感じはしますけども。で、こんな感じになっています。で、バッテリーは中に三千九百ミリアンペアワーなんで。まあ、まあ、そこそこ大きいサイズ、うん、そこそこでだいぶ大きいサイズのバッテリーが乗ってますと。うんうん でディスプレイはほぼほぼフル画面に近いですけれどもで、ねはい、で一応6.5インチ、はい、でフレッチでプラスなんでで,ですでちなみにあの左上を見ていただくと、えっと、パンチホールが開いてますけれどもインカメラはパンチホール、はい、でちなみにこれ画面整理率91.5%なんで、まあ、おそらく今業界で、まあ、普通の。 国内で売ってる端末の中では、もうトップクラスの画面占有率と<ー>いうことになります。うん、はい。で、うん、先ほど申し上げたその背面側のカメラなんですけども、ちょっと黒いボディなんで、ちょっとわかりにくいんですが、はい、この。左上のところにね、こんなところにあります。で、これが、なかなかちょっとこう、それぞれ、あの、実際、よく見ると、あの、なんか。穴の大きさとか、なんかいろいろ、ちょっと違ったりするんですが、うんうん、他の機種ほど、この、そんなに、あの、リングつけたりして、主張してないんで。 あんまり目立ってはいないんですけど、まあそれでもやっぱり4つ並んでるとちょっと目立つかみたいな感じですが。まず僕は今指で触ってる。この右下こいつがメインです。4800万画素のメインカメラで。まあ、これはあのビニングって前ちょっとご紹介しました。けども、あの要するに画素を4つを1つとして使ってより多くの光を取り込んで。 撮影すするのがメインになってますだから4,800万画素をフルフルで撮る、うんえー、ドット数で撮るやつ 6,000×8,000 で撮るやつは別個に設定を変えないといけませんね。うん、でそれから、えっと、左下こいつが、えっと、800万画素の広角カメラ大体画角は120度ぐらいで、うん、で左上が、えっと、マクロカメラで、えーまあ、4センチまで接写可能と。 右上が、えっと、いわゆるあの被写界振度を測る振度測位カメラであとさっき言ったこの正面側のこのパンチホールのカメラはこれは3200万画素の、えーまあ、インカメラサブカメラでこちら側はあのちゃんと7段階の、えっと、美肌もついてると。うん、で今これで、えー、ちょっと撮りますよこんな感じでこんな感じと。でこれ今縦撮りですけどもこれがえっと 標準かな、うん、でこれを広角だとこんな感じ<ー>だからまあ建物とか風景とかを撮ったりする時とか<ー>グループでみんなで撮ったりするときはこの広角側を撮っても、ね、今これちゃんとなんか距離感が。距離感の感じでさっき言ったそのビニングっていうその6 0 0 0る。 8000ドットで撮るやつは設定を解像度のモードを 48M 48というのに変えるとここで撮ると,えっとさっきの標準と同じサイズで撮れているのでその代わりに非常に高解像度で撮れているとここにドット数とか出てますけどもこれはまあスペックですけどもこのところに見ると 6000×8000 ドットで撮っているという格好になってますということでまあだから当然画素数高いんでまあ拡大しててもまあ後ろ側もこうやってちゃんと見えてるし。 初の顔も,もう全然 OK ケーい感じでございますが <laughs>、はい、で AI カメラは13種類のシーンを自動認識して。 えー、さっき言ったその最大解像度で撮るときは、えっと四対三四十八メガのモードに切り替えてもらう必要があります通常はビーニングで、えー、だからまあその分まあ明るく撮れるんですけども、さらに暗いところではスーパーナイトモードっていうのを使って、まあ夜景なんかを撮っていただくことができます。という感じですかね。マクロ撮影っていうのは何を撮るときに使うんですか？うん、基本的に接写で四センチ近いところを撮る。四センチはまあこんなぐらいの。 うん、距離感で撮るものなので、うんはい、お花とか、うん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 、まあなんかそういうのを撮るといいんですが、あの意外に僕はマクロは実際女性にお勧めしたい。ほう、なんでしょう。ネイル。あ、ネイルね。ネイルサロンの人たちはもう絶対に。 マクロがついているマクロに強いカメラスマホを使ったものです。<ー>全然知らなかったんだけど、やっぱりネイルをする人から、ねうん、好きな人から聞いて、うん、そうなんだと思ったんだけど、ね、うん、別にネイルって何？普通ネイル屋さんに行くと何？ ヶ月とか二ヶ月ぐらいそのの柄のまんま使うの。そう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 。次の時に行った時になんかオフして、うオフして新しいのをつつつやってもらう。で、うん、大概今日の間に十本みんなやるのかな。全部やる。で <laughs> 学校なのでそうするとオフしちゃうと前どうなったのかって分かんなくなるからだからなんか取っておきたいんです。そうなのそうなの。必ず取られる。まああとはアクセサリー類。はい,はいはい。例今日その ネックレス下げてるけど、その例えば、先端部分とかを、ちょっとこう取っ,、うん、ってみるとか。するのに、いいかなと。いいですね、マクロは結構楽しめるので、ぜひ、男性は腕時計かな。あの、なんか、ご自慢の時計があるようでしたら、うん、ぜひ、あの、ロレックスで、もオメガもでも。なんか、あの、売る、売る時にも良くないですか。そうなんです。ね。そうなんです。ヤフーオク!ーオーか。リリなんかで売る時に。そうそううん 全体を取りつつで例えば正直にちょっとここに傷がついててそこだけマクロで取るとかそういうのをこうマクロで取ってあげると少しこうバリエーションがついてですねなるほどという感じなのでマクロはぜひ上手に使っていただければと思いますお値段先ほど最初に言ったお手頃リーズナブルな価格って何かっつと一応営業ユオンラインショップの値段が五万九千九百八十円だからまあ約六万円ジャストぐらいとだから今ハイエンドのえっとファイブジーた だいたい10万円から、うん、1四、う、五、ん、万ぐらいまでありますから、まあ、そう考えるとだいぶ7かぐらい以下なので、うん、まあかなりお安いと例によって au さんの、えー、と解読プログラム、えー、といわゆる残価設定論型のものですけれども、うん、これだと実質負担額は3万6340円と毎月1508円で23回まで払って24回の時に残金を全部払うか、うん、もしくは端末をご返却するかと。 いう格好で、えー、まあファイブジーの端末に関しては移り変わりが激しいんで、うん、まあ返すのもありかなと思いますし、うんうん、まあ費用節約したいんだったらまあそのまま残りも払ってあのいただけるといいかなという感じですけれども、うん、結構リーズナブルな値段だと思いますね。うん、はい、ね。はい。はい。では機能チェックをお願いします。はい。えっ、ー、と残念ながら防水防塵は対応していません。からお財布フケもないです。えー、なので <laughs> それで言うと本当に あのできるだけシンプルに作りましたという感じでございますねで着信拒否は指定と不明が対応しています、はいえー、ただ AU さんのサービスの中で迷惑電話の、えー、アプリがありますので、うん、まあこれを使っていただければまあ比較的迷惑電話に関してはまあ、えー、対応できるかなとあと伝誤メモはありませんということで、はいえー、ございましたはいありがとうございます、はい、では続いてズバリいいところ悪いところですはい ズバリいいところ悪いところということで先生いいところお願いします。はい、はい。い,い。ところ。え、5G 端末なのにお手頃価格。そして美しいフルスクリーンディスプレイ。指紋センサーでアプリ起動。はい。はい。お値段さっきもねお伝えした通りのお値段なんで。はい。まああの 5G 高い高いって言われてるんですけどだんだんこのまあ特に今年はこれからあの。 9月10月から各社の、ね、中の部品が高いものばっかりだったのが、うんはい、特にチップセットが高かったんですけど、うん、これが少しお値段のお手なあなチップセットが出てきたので、うん、まあそういうのも含めて、うん、だんだんちょっとこうだんだん 5G はお手頃になってくるんですけど、うん、なるほど。 まあその中でもまあその先陣を切ったうちの1台ということなのでこれは 5G 端末欲しいという人にとっては一つ魅力でしょうと。からまあディスプレイもあのご覧の通りでまあ結構画面とにかくでかいんでやっぱフルフルで。 あの上から下まで画面なんで本当に下のこれくらい下なんか額縁目立たないじゃんってこれはやっぱり嬉しいでどうせ今から買うのはやっぱこういうね画面でかい方がいいんでやっぱこれは嬉しいですというところですね。ですね。からあと指紋センサーでアプリ起動なんですけどこれ何かっつうと実は背面ににここに指紋センサーがありますね当然こうちょっと僕の指紋で今だいぶ汚れちゃってますけど当然ねロック解除したりとかいろいろ使い道があるんですが実はこれを使うと,えっとアプリを起動することができます。 設定しなきゃいけないんですけどあ、なるほどなんか例えばこれを使ってなんか特定のアプリをすぐ起動できるようにするとで、何がいいかって言うと見られないああ auPay auPay きっと QR コード決済でこれは納め決定入ってませんからそういうと指紋センターでピッと起動して auPay でやっていただければよろしいかなということでスマイトにスムー ここの今こうキャッシュレスもだいぶきてまあまあお財布の方が楽なんだけどそうは言いつつ、まあ、QR コードキャッシュは結構たくさんあるんじゃないですか。うん、でなんだっけペイペイもあれば、まあ、d 払いもあれば、まあ、全然キャリアとかあんまり絡まないで言うと l i n e ペイとかもあるじゃないですか、うん、でそうするとそういうのを使う時に、まあペイアプリをやっぱ起動して QR コードを読んでもらわけな、うん、これをいかに手際よくやるかっていうのは結構大事なんだけど,どそういう意味でも、まあ、この。 指紋センサーでパッと起動して EU ペイでって言えるのはまあいいんではないかなということでこれはおすすめの機能でございますのでぜひはい出荷時から設定しますので一応確認していただいて起動していただければいいかなと思いますはい、はい、では悪いところお願いしますはい、はい、悪いところ日本仕様が必要では 4G 端末の価格差の機能差 Z Z T E ならではの何かでやっぱりだからまあ お値段を抑えるためにっていうのもあるでしょうけど、うん、まあ防水お財布等がないっていう状況っていうのはあ、えー、まあお財布券で割けた,けたら au p a y d でもいいと思うんですけど防水ないとかまあなんかそういう意味で言うと何もこの日本酒をサポートしないでこの値段だとちょっとしんどいかなっていうのは、うん、もう一つは当然そこにはこれだけ色がないんだけどもほとんど同じぐらいの値段で 4G 端末で。 あるよっていうこと。防水防塵防災型なん何だったら耐衝撃もつけますけどみたいなのに、うん、言いちゃってくると、<laughs> うーん。ててちょっとじゃあ。 2年 4G でいいかみたいな感じになっちゃうんでそこをどうやってだからある程度の,その最低限のラインを抑えつつ 4G よりもなんかメリットが料金今のところ料金って感じで使い放題でも au の場合は 4G の使い放題もあるんであんまり差がないこと考えつつ選びにくいなみたいなところはありますと。 でお手頃の値段で仕上げてきていいんですけど、うん、完成度も高いと思うんですけど、はい、ZT ならこれだよねみたいなのが何かちょっとあんまり見えないんでそれちょっともったいないなと思っていて当然その何そのソニーさんとか、うんまあ、ギャラクシーとか、うん、シャープとかみんなそれぞれの特徴は持ってるんですけど、うん、でこの前やった LG さんもねちゃんとあるんだけど、うん、な,んかなんかちょっと欲しいなっていう。リモンクがない うん、なんか売り文句もそうだし、うん、ZT 端末使うとこれついてるよねみたいな、うんまあ、ある程度その何あまり癖がないっていう意味で言うとそこも特徴の一つといいところではあるので、うん、僕もあのソフトバンクの端末で今使ってますけどあんまり脳がないんだけど、うん、でも実とこのたまさねみたいな話は絶対ないみたいな感じなので <laughs>、うん、ちょっともったいない気がしますので。 安いよ。そう、そこなんでか。で、でも防水じゃないの。お財布できないの。みたいな感じになっちゃって、はちょっともったいない感じですで、うん。なるほど。まあ、これはあの、非常に判断の難しいところですけど、はい、なんかちょっとプラスアルファのものを考えていただけると。いいのかなと。まあ、判断は難しいと思いますけど、ズバリ、これはどういう人向けでしょうか。 うんまあ、やっぱりリーズナブルな 5G 端末が欲しい人ってことになってくるんだけど何、はいうん、だろうちょっと変わった見方をすると、うん、例えば自分で EU の回線持ってんだけど 5G あんまりかもしんないけど 5G 一応データマックスが使えるから使い放題使えるんで、うん、まあそれのテザリングでがメインになっちゃうけど、うん、1>, それ1台欲しいなと思った人にとっては。 ね、まあ結構ありっちゃありなのでなまあそういう形になっちゃうでこれじゃなきゃみたいなところがなかなかないのででもあのこの値段で手を出せるかつ、えっと、さっき言ったその、えー、解読プログラムとかで買うと、うんまあ千何百円 ×2324 とか要するに2年間じゃないですか、ねはい、そんなにめちゃくちゃ負担が大きいわけではないので、うん、ありといえばありの端末ではないかなと思いますのでまあ,あの au ショップで今。 ななかなか今のタイミングショップ行きづらいですけども、えー、タイミングを見てご興味のある方はぜひちょっと一度試していただいて、はいいまあ、意外に言わなかった今日はあんまり言わなかったけど意外にカメラはまあ悪くないかなとまあすごいとは言わないけど <laughs> あのちゃんと綺麗に撮れますんで球体 <laughs>、えー、点はつけられると思います、ね、ぜひ、えー、カメラも試していただければと思います。はい ート携帯ですはい先生あの前々回だったかなゆき、うん、ちゃんの時グーグルのイヤホンを使って、うん、OKGoogle、OK、とかってやってたじゃないですかはい、はい、あれってどんな感じなんですかあのちょっと詳しく教えてしいしてみたいとピクセル 4A をご紹介した際にですね一緒に発表されたグーグルの完全ワイヤレスイヤホン、えー、ご先生この。はい。 ピクセルバッツちょこっとご紹介であの他のワイヤレスイヤホンと違うところも含めてあんまりちょっとアピールができなかったん、ね、でなかなかこう僕の耳には聞こえてるんだけど、うん、視聴者の皆さんには聞こえてないのでなんとか聞こえる方法はないかっていうことでスタッフといろいろテストした結果ですね これならできるかもっていうことになったんで、まあ、それちょっと後でご紹介しますけれどもこれをちょっと内容ねご紹介したいと思いますがいわゆる完全ワイイヤヤレスイヤホン何が完全かつと,いうともうこういう形で左右が分離しているとこのタイプがもう圧倒的に今増えてきてまああの、えー、と今日はこのピクセルパーツを今ご紹介しますけど、はい、他にもあの当然あのライバルというか先行してねあの出ているものもありますんで、まあ、例えばあの、まあ、言わずもがこの AirPods 前のこれ、これはプロですけど、前の AirPods も含めて、これもありますと。はい、だから、えっ、ー、と、あっつも使ってるけど、えっ、ー、と、まあギャラクシーも、当然サムスンも。こういうギャラクシーバッツっていうのを出してます。で、これは、えっ、ー、と、バッツプラスなんですけど。 この次のバツライブっていうのが先週ぐらいに出てますんで、はいはい、今度あの形がガラッと変わってます。え、どんな形なの?。そら豆みたいな。そら豆みたいなの。そら豆は耳にこうやって入る形。はい,はいはいはい。で、これも、あはい、ぜひ見てください。はい、で、まあ、今日はちょっとご紹介するのは、こっちの、ね、この。g、はい。えー、グーグさんのピクセルバスなんですけど、これ、あの。 中に、ね、1 2ミリの、えっと、ダイナミックスピーカードライバーこれはあの、まあ、イヤホンの人だとイヤホン見たことある人だと分かると思うすいわゆるダイナミック型のでっかいこういうスピーカーが中に埋まってると思ってます、うんでまあそれ以外にもう一つは、えっと、バランスのアマチュアっていうのを使って、えっとまあ、ちょっと何ていうのかな細い筒みたいのがいくつも埋まってるタイプがあるんですけどどっちがいいかっていうと、まあ、割とこっちのこういうタイプが万能でバランスアマーチュア BA 型は割とこう高音質な。 ちょっっと凝たたた音が聞きいい人向けみたいな高級なやつ何枚もするやつ4万とか5万とかするやつはそういうのついてますけどまあこれは普通のいわゆるダイナミック型のスピーカードライバーがついてますと。で耳こう形なんですけどまあこれ見ていただくと分かるんですが大体皆さんいろいろやってるんですけどまあこういう形でこいつはちなみに割とこう耳に合うようにですねこの突起がうまく作られてます。でここに端子が今見えますけどね。 でこの端子が、まあ、簡単に言うとこのケース自体は充電ができる構造になっていてこの中ケースの中にバッテリー入っているんですよでケースからも充電できますということで,でこの、えー、とイヤホン自体にはマイクが2つあって。 アダプティブサウンドによってまあ周囲の音に合わせてまあ音量を調整したりすることができる、うん。そのアダプティブサウンドって何ですか。うん、簡単に言うと本当に周囲の音、はい、要するに周りがうるさいか静かか<ー>騒がしいかっていうのに合わせて音量を調整してくれる。そうそうまあ特にあのこういうタイプはあの。 当然通話もしますんで、はい、だからこっちの声もクリアに伝えなきゃいけないっていうのもあって、えー、相手にも聞き取りやすい音を伝えることができるという形で、うん、昔から携帯見てる人だと分かると思いますけいわゆるだからクホンってガード下でもちゃんと話せますみたいなのっあったりゃないですか、うん、ああいう技術も基本的には同じでまあ割と今世界中のイヤホンってみんなその。 ね、考えてみれば何十年前のラク,ラク本の技術は今もう世界中で同じようなものが使われててそういうところなんですけどもっ、はいう形になってますということで、はいえー、だからまあ非常に相手にも聞きやすく相手の声も聞きやすい状態で聞けますということですね。電池の持ちは、えっというイヤホンだけでだいたい5時間ケースに戻してケースで充電してまた使うと大体トータルで24時間ぐらいは。 えー、あじゃあま1日は全然,もう,全然もうもっともちますっと持つ要するに24時間キーパーしてなかなかないの、ね、でケース側は、うん、あのこのお尻にありますけど、えー、<あ>タイプ C で充電できるしワイヤレス充電対応なのでギャラクシーとか お持ちの方はワイヤレスパワーシェアって,言ってあのスマホの電池をこっち側で、うん、スマホから、えっと、充電してあげる機能があるのでそれを使っていただければいざ困ったらそっち側で充電ワ,、えっと、ワイヤレスパワーシェアでスマートフォン側からこのケースに対して充電することができる、うん、ケースに充電されれば当然こっち側の中のイヤホンにも充電されるという感じになりますちなみに防滴市場なんで一応汗をかいてもまあ大丈夫で。 でただあの防水ではないので、うん、あのプールは入らないでください。うん、お風呂もできればやめてください。まあできればやめてください。危ないんでそういうことなんでスポーツの時にも使っていただいてオッケーということです。はい。であのその問題の,問題のね問題のねオーケー Google はこれは使えるんですか使ますえるも。もちろん使えます。よもちろん使えますがオーケー Google だけじゃないんでまあちょっといろいろデモをしますが、はい、これ、ね、なかなか難しいんですよ。でちょっと今回も えとまずはあのこのピクセル 4A でちょっと試してみたいと思いますがバもうこれ登録されてるんででもこれ開くとで開いて耳につけてねこんな感じですだからこの突起の部分がちょうど耳の内側でうまく固定してくれるんですねだからあんまり邪魔にならないと、うん、実はでこれあの横っちょに穴が開いてるんで、はい、このイヤホンの。はい だかからカナル型って耳に完全に塞いいじじゃうじゃうないですか、うん、そうするとなんか耳に圧迫感があるんだけどこれはあんま圧迫感がないので僕的には結構好きな感じです。はいはい、で、えー、こんな感じでちなみに今そうするとここのところに今こんな感じで通知が出ます。じゃあ僕の名前登録したんで「高雪のピクセルバッツ」えー、って出てますけどでイヤホンとバッテリーの残量とかもちゃんとここで一応見れると。 でこんな感じになってますけども、じゃあこれでまあ本当はこれを発に渡して、うん、あの発につけてもらうんですが、そうすると視聴者の皆さんが聞けないので、いいだからちょっと極端なとことをしてみますね。今、はい、マイクに聞こえるかなうまく。OK Google。今日の天気を教えて。今日の千代田区は予想最高気温三十一度。 最低気温二十四度で曇り時々雨でしょう現在気温二十六度曇りですなんて感じですねちょっとこう発音は聞こえてないですけ皆さんには聞こえてる状態なんですが、うん、まあ簡単に言うと今天気を読み上げてくれましたと、はい、だ例えばここから、えー、OK Google 羽田空港までのルートを教えて現在地から羽田空港 HND まででは首都高速と新環状線と首都都高高速速とと新線線 C1 湾岸線が最適ルートです渋滞気味の場合所要時間は約28分です。っていう感じですねこんな感じであのちなみにそうするとですねこんなルートを聞くもんだから今度はあのこういうですねマップ鍋へようこそみたいな画面が出てきたりしてあまあこれで Google マップの。 ナビが始められたりすするんですけどでこういう形でいろいろできるんですけどでこれはまあ一応何かまあまあなんとなく想定できる、うん、Google アシスタントで聞けばいろいろできるよと今までも月までの距離はいくつとか散々やりましたけどそう,いうだけじゃ面白くないと。うん、で何をしましょうかというお話なんですが、はいはい、今日はもう,もう一方ですねピクセル 4XL さんにちょっとお手伝いをいただいてですね、うん これから今ちょっとこの,この端末からこっちのピクセル 4A に対してメッセージを送ります「今日は何を食べに行きますか?」ってこのピクセル4の方へこれから送りますが OKGoogle メッセージを読んで「新しいメッセージは一件です菅谷初おさむさんからの SMS です」「今日は何を食べに行きますか?」 返信しますかはいはいはいメッセージをお願いします今日は焼肉を食べに行きましょう次のメッセージを送信します今日は焼肉を食べに行きましょう送信しますか変更しますか送信する送信しましたという感じでですね今ちょっと音だいぶ手こずりましたがで え最終的にだいぶ苦労したんであの連続して送ってますけどここにちゃんと「今日は焼肉を食べに行きましょう」というメッセージが表示されていますとこれは今ハツが彼に送ったとして僕が今この端末を触らないで全部返事を送ることができたとちょっとやり取りが今一つですねまだちょっとこう僕が慣れてないのもあるし Google さん側のこのユーザーインターフェースのこのどういう続きでいくのかっていうのをうまくこう ままままだだ洗礼されててなないいいとううかくっんでただ基本的にそのさっき音声を聞いてもらったのから分かると思うんですけど、はい、まあ届きますと、うん、で画面は録画面のままで構わないんでこのオールウェイズオンの画面のままで構わないんで、まあ、メッセージを読み上げてくれるので,うん、うん、で返信するという格好になりますということでメッセージが来ても返信することができますということですね。 でこれってピクセルしかできないんですかいやあの Google アシスタント対応のイヤホンっていうのは実は結構急速に増えていて、はい、で多くの場合はそのタッチ操作も一部必要になるケースがあるんですが有名どころとしては、ね、ソニーさんとかゼンハイザーとかジャブラとかそういう有名メーカーも対応製品を出してるんでだからまあアンドロイドお使いの方がやっぱメインだと思いますけれども iPhone の人もあの別に えとアプリを入れれば一部は使うことはできる o g l e アシスタント自体は別にあの一部あの操作はできるはずなので、えー、まあでも基本的にはアンドロイドの方がお使い頂いくって格好になると思いますが、うん、僕としては今はピクセルのこのピクセルバッツが面白いんで、うん、まあ,あのお使い頂いけるといいかなと思うんです、うん、ちなみにお値段は2万800円で税込みです g o グーグルストア au それからソフトバンク、えー、と家電量販だとィオン、コストコ ビッグカカメメラ、ラ電機、ヨドバシカメラなんかで売ってます<え>あと Google ストアもあの実は Google さん前にもちょっとご紹介しましたけどあの送料無料なのであそこあのそれで買っちゃうのも手だと思いますで今日ここで今デモしたやつはこれは Google さんにお願いしてお借りしたものなんですけどなんと僕は自分で個人的に買いました色が違う、はい、ミントを買いましたかわい,いでこれはあの au で買いました いうオンンラインショップの、えー、中で買いましたけども、うん、で今,今この首から下がってるこのアクコスとつなげてますけれど、はい、結構楽しいので、あのーうん、ただあ,のあれですよ、あのー、家族のいるところとかでこうやって耳にさして「<laughs> OKGoogle、OK」Google、とかって言うと「お前何言ってるの?<い>」みたいな話になっちゃうんで <laughs> そこはちょっとあるんですけども、まあ、こういうものもございますね今日はちょっとどちらかというと絵 <laughs> というよりは音声をね試していただきましたけども。はい ぜひ皆さんもちょっとこういうタイミングでございますんで、はいえー、触らずに操作する Google <laughs> ググアシスタントとか <laughs> ピクセルバッツもちょっとお楽しみいただければ、まあ、他にもあの各社のねあのイヤホン完全ワイヤージのイヤホン増えてきてるんでぜひね、うん、楽しんでいただければと思います。はいはい、今日はこちらの auztea1ztg01、はい、こちらをご紹介しましたけど、はい、価格が安い。 っていうとこのがポイント,イントあとはそうですねカメラ、うん、綺麗なお姉さんの手をちょっとこう取らせていただいてですね耳、はい、とかそのネイルとかを取っていただけるといいかなと思いますんでぜひお試し,していただければと思いますのつは一、いはい、もう一つはもうちょっとさっきありましたけども、はい、ピクセルバッツ、うん、ご紹介しましたい、はい、ちょっと今あの圧にもちょっと耳につけてもらって試したんですけど、はい、どうですかこの実際会話しているのを操作して 聞いてみてみどうですかすごいなって思うこれあの何両手塞がってた時とかもいいしあとスポーツしてる時とかもいいしうんこれは使える <うん S 1> あと音もいいよね結構あの音楽もちょっと今鳴らしたんですけど <うん S 2> まあ音もよくて <うん S 2> あの非常にいいあのイヤホンだと思いますし <うん S> 2>, 2万円ちょっとなんで<う>んほぼほぼ2万円かなのでまあ買いやすいっていうのもありますしあとあのあれですえっと車で。 運転してる時はダメなんですけども、うん、電車に乗ってる時とかバスに乗ってる時とか、うん、そういうの全然 OK ですしあと車もあとこれ片耳だけつけて使う分には一応電話かつきかに通話するものとしては普通のあのブルートゥースヘッドセットと同じ扱いになるんで,、うんうん、で車降りたら両耳さして「うーん」っつってって歩いてもらえばそれでいいかなっていう感じなので、うん、そういう使い方もできますんで、うん、是非試していただけると。 まあいつかねぜひ Google の方もぜひアメリカはたくさんあのいいゴルフ場はたくさんあるでしょうから、はい、あの各ゴルフ場のデータも全部 Google マップと合わせてデータを集めていただいて現在地を補足して、うん、今日のピンの位置だと左2メートルを狙って。 南蛮アイアンでフルスイングですぐらいのことを言っていただけると <laughs> いい、ね、そういう時代が来るような気がしてでもね Google、うん、アシスタントってそういうことなんですよ、うん、そういう,よ、ね、そういうところにどんどん入っていただければと思いますので、うんうん、そういうのも期待しつつ、はいえー、そのためには皆さんがこの Google アシスタントを使って、うん、音声の認識をですね鍛えなきゃいけないっていうのありますの、ね、で是非、ね、ご興味のある方はあのこちらの方も試していただければと思います。はいはい